今日も全力ぶち切りリオとマキピロ君でございます。はい、第5章ですね。こちらの方ね、はい、まあ、どこで使えるのっていう話とかもね、結構いろいろ上がってました。まあ、シャンバラ特にね使えるということで、なんと第5章5体5体違う4体第5章ね艦隊4体であのシャンバラクリアしてきたので、そちらの動画の方で、ね、どうぞ。はい、はい、ということでね、シャンバラを、うん、まあ第5章と4体でね、うん、やってみた。チャレンジャーやね。いや全然いけたかな、まあ、ちょっとコツはあるけどやっぱり、うん、これ初手は簡単やね、当てりゃいいだけよ。まあまあまあね、って思って結構ね友情がね案外使える。これちょっと2点目難しいけどね。友情なんだけど、斬撃、斬撃、うん、超強斬撃かな。重力は持ってないんだよねこれ。持ってない。いやこれで重力ダメージってやばいどんだけ強いのむちゃむちゃ簡単に作れんねえで。その割には、ね、すごい簡単やからさ、うん、その割には全然使えた。いやシャンバラであこんな使えんねえやと思って。すごいな。うん、初めやった時実際負けちゃったんやけど、うん、絶望感もなかったの。あこれいけるわと思った。へー、うん、そう、まあ剣をね、まあ、いかに、うん、で、まあ、ちょっとだけね解説入れると、うん、この魔導士がフレズブルクって言ってあの鳥さんをね、うん、呼んでくれるん、うん、だから、まあ、爆発ターンとかちょっと見ながらやらなあかんけど、うんうん、だから魔導士をある程度ねちゃんとある程度残して爆発までに処理するっていうこの調整はちょっといるかな、うんうん、それが難しいんや。あと剣やね、剣を日本全部、うん、取っちゃうとかっていう、うん、よくある。逆に言ったらあの重力ないから入れ板してむちゃくちゃ剣取るっていう心配はないから。確かにね、重力引っかかればそれはあるかも。まあでもあの鳥さん倒すと重力なくなるからね、うん、まあそこだけちょっと調整いるかなっていう感じはするけど、うん、でも友情本も強いで。シャ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 、あのボス戦になるとよくわかる。うん、うん、剣持ってるやつにポンって当てといたら周りバーンと蹴けるから。へえ、いやこんな強いんやと思って。全然いける。そうなんだ。うん、むずいけどなむずいけどやろうと思ったら全然やれるあんまおすすめせえへん正直な話プロメテウスとか入れた方が全然楽うん、だからこれをやる必要はないけど、うん、まあでも強さはわかるやん。あ、まあね、なんだボス今なハンバーグバーン、うん、持ってくわけやでさ、うん、うん、友情だけでうわ強いで、だ想像してた以上に使えた。へえ、うん、簡単に作れるからって何もちゃいかんかった。そう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 、いや使えたほんまに。へシャンバラでは全然使える。でね、あのシャンバラ自体が、次 何に使えるかっていうところはさ、まあシャンバラはパラドックスに使えるよ、うんうん、でパラドックス2雷かな山竹ゼロ帝釈天とかな、ね、うん、いけるわけよ。でまあ二雷かね、じゃあシャンバラで作りました。実はこのラグナルクもいけるわけ、うん、だからこうやってね、どんどん派生させていけばいいし、うんうん、あとはまあ、それ以外ショコでって言ったらまあまあ、シャンバラショコやけどうん、ジュンとかさ、うん、うん、もうあれもダメもの、うん、あの魔法陣やから、うん、ジュンも作っとくといいよね、うん、でジュンは、まあ、マリー視点でも使えるし、あの、アンコとかもさ、うん、あと、エルドラドうん、とかも使えるから、まあ、そこからねまたいろいろ発生させていけるから、うんうん、まあ、特にアンコなんかねラウドラとかもいけるようになるし、なんであのシャンバラにちょっと作っといてもいいんじゃないかなって。もうこの機にずっと避けてました、うん、第5使徒だけでだいぶ楽になった。びっくりした。ちょっと危ないけどないろいろな、うんうん、これもああやっべえとかもかサクサク行き過ぎて SS 溜まってないし、でも剣の所持さえちゃんとしてれば、うん、いや案外楽。剣の所持かな、全然いけるやべーって思ったけどな、この辺もでもほんま剣も所持した時の友情がほんま結構ゴリゴリ入るから、うん、そんなこう、うん、うわむずっていう感じはなかった。うん、うん、あ、言うてる間にボス戦やね。早いね。早いよね。うん、4分ぐらいでボス戦まで行ってるから。枠4やで、だって。すごいね。うん。
これちょっとね、うわー剣持ってるやつ全部左側みたいな、届きませんみたいな、なんでそっち行っちゃったのぐらいな、お前が置いたんやんけみたいな、まあ、こっち側にやっとかないからね、右側に。そうやね、まあでもこのフレーズブック移動するから、うん、次のターンでは触れるなと思ってて、でこれね、まあちょっと左手、うん、じゃあ左側にある手、うん、あのまあ右手なんやけどさ、うん、ややこしいな、いつも分からなくなるんやで、そうそう、であっち側倒したらあかんから、うん、ねんけど、ほら周り全部得だよ、やばだね、ちょっとね、想定外のことがあったんやけど、うん、この斬撃がこのミラーあるとミラーに行ってまうのに、うん、早めにミラー割っとくとええな、うん、これがちょっとね、うん、失敗した。あとは手を2発ぐらい殴るとやばい、結構削ってる、大概爆発する、うん、それでこの今はね3ターンになってる、うん、この3番の右上のターン見とくといいよね、あれがフレズブルクの蘇生ターンやから、 あ、うん、あの辺注意しとくと、これ今のやつ、うん、フレズブルク解けると思ったら、ね、全部ミラーに沿われてはーへーと思ってそれで初手で倒しとくとすごい立ち回りなくないよ、うんうんうん、シャンバラって、これ下やから、うわどうしようかなと思ったんやけど、まあ行けばと思って、やっとミラー割れた、うん、やっとミラー割れた、結構硬いね、硬い、あ直殴りやとすぐ割れるんやけどな、うん、やっぱ友情ではね割りにくいね、うん、うん、まあでももうこうなったらもうミラー割ったら、あとは友情がこれ結構えぐいからね、シャンバラ削り方、おおめっちゃ今一本やで、やばいね、一体だけやんな、そうそうそう、カロカロ店一体だけ、あんだけ持ってくから、もうこうなったね、だから基本的にあミラーとか雑魚とか全部処理した状態で、うん、当てとけば、うん、シャンバラをゴルゴル溶けていくから、勝手に、うんうん、周りなくしとけばね、そう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 、うん、なのでもうその辺ミラーとかも全部処理だけするだけ、うん、それだけ気をつければいいかな、まあ、ああやってね、さっきみたいな感じでいかんことだけ、うんうん、これこれこれ、これなんでさ、ここで割れんの、じゃミラー硬いからミラーは直殴りパーンって一発二発殴れば割れるんやけど、うん、うん、いいですね、で、まああと気をつけなあかんのが、左手、まあ、右側にある手やね、こう画面向かって右側にある手、あれはターン0になると、うん、割合やってくるから、あれだけちょっと注意、ハートとかないとね、ちょっと危ないからね、うん、こっからは友情を拾ってけだけなんやけど、うん、まあ重力引っかかりながらって感じかな、うん、今度止まるやろ俺、うんうん、はい、剣奪いて、で実際剣がある状態で腕ぶっ壊すっていうのも一つの手や、うん、もう壊しちゃうってね、火力上がってるやつやったら、うん、まあ、これめっちゃ考えた、やっぱどうしようって、うん、でもこれ下はまったらいけるなと思って、うん、確か上からね下狙いに行くね、はまりアイミスアイミスあ剣いっぱい回収でもこんだけ削ったから、うん、もうあとはこの攻撃力が上がってるやつに当てるだけや、うん、ないけどここで悲劇が起きんねん、うん、こういうのは俺下潜るか、うん、友情拾うかどっちかにしようかなと思って、うん、下潜るのが正解だこれ解けたドゥーン配弾しかも配置悪いこれやばいとこ止まったなと思ってあれは下潜るべきやった、しんどいね、大丈夫、でも勝ってるから結果いっちゃうと勝ってるから大丈夫もうこの辺どうしようかなと思ってるのかはぁーって思って、つらすぎる、剣枠どこ、ここあ、ほんとやこう、これで、あ、よかったと思って、まあ、こっから形勢逆転、うん、こんなこともあんねんな、これはちょっと運が良かったね、うん、もうこうなったらはい、もらった、うん、だってあと攻撃が上がったやつは当てときは勝手に溶けていくし、ただバジリスクとかに関しては、うん、直接殴らんと友情では潰せやんから、そう、まあカーマとかはカーマは、うん、友情で潰れんねんけど、ミラーは割れへんから、うん、そこだけ注意残ってたもん、ね、うん、
これも抜けるだけやな、いや当たるやろと思ったら当たんねえ当たんねえってやっべえやっべえってちょっと若干このここら辺ちょっと気持ち焦ってるやばいだけどまあ当てとけばね、うん、まあカンとか全然解けるから、うん、であとはもうミラーあって、まあうん、バジスルスルとかやけどもうあと2ターンしかないからさ、ね、2ターンしかないよこれめっちゃ焦るやつ私打つここは打つ打っちゃう打つで剣飛んでいってからと思ったんやけど、うん、それ行って左ハマったらシャレになるなと思って私あのミラーの間ハマることもあるからだからこうそうそうハマれるハマれる右側ミラーの右側そのリスク考えるとこっちやなで剣に取ってバジリシク潰せたら最高と思ったんやけどはい潰せなー残る残ったね今後にいたんやからね感染、感染なり痛い。めっちゃ痛いね。はい、あと一旦もう持っていくしかないね。これはもう、左入るか、うん、うん、まあコツ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 いって 4P 触るかやな。うん。うん、もう二択やなと思ったんやけど、うん、まあ 4P 触って、バジ潰して 4P 触ればっていうとこかな。おぉ、4P 触ってなくない？そうなんです。なんやけど、SS で、これで、これで1点これで1点これでダメージ入ってん、これで危なかったいや、ほんまに、こんなことやめた方がいいでやっといて、やるんだってやっといてやるやけどやっといて、こんなんやめたもうプロメテウス1体入れたらもう楽なんやからこんなしんどいことせんでねこれ一体プロメテウスってものすごい楽やからねプロメテウス剣持たしときあとプロメテウス当てときは終わるやんかでも思っとったよりこいつらは強いなと思った、うん、やっぱ艦隊やからね、うん、あの艦船儀でバッカーン持ってかれるから、ね、し紋章とかね一切積んでないし身も食ってない状態やからもうナチュラルな感じナチュラルな感じやからしんどいねこれもうゴリゴリ剣持ってるやつらおるから、ね、もうあこれはもう余裕やと、うん、あと 3P が上に乗れるあそこで削り切れると思ったからじゃあうんもう 3P で仕留めよう、うんうん、じゃあどうしようかなと思った時にとりあえず余分なことはせんとこはい処理割る、うん、でミラーも割れた、うんまたはねこれも剣も剣持ってるから上の取りに行く必要ないしもう上はまんでいくだけうん SS ってある程度削るときは、うん、次の SS で終わるなと思ってたから、うん、ジーンおう、持ってたね持ってったはいでこれで終わりです、うん、ストライクショット触手わしゃわしゃわしゃ気持ち悪いはい、こんな感じですあーすごいね、まあ、全然うまく読んでも一応いける、うん、いけるけどおすすめせんしんどいこれでさ、こんだけ頑張ってドロリツクソやったらちょっとねバカもんな、もう俺のファッソロか見とけよあれどうしたのどうや俺のホストライクちょっと なんでこういう時だけさいつもなんか何でかって虫を食べしおい何でかってもう終わってるから俺終わってるやついつもドロいあ、そうか なんか髪ほすったなはい、まあ、めっちゃ時間かかったけどねはい、という感じではい、はい、ということでね、まあ皆さんちょっと見ていただいたんですが、はい、一応ね、いけるとは思いますなんですけど、まあ正直ね、おすすめはせん枠もおすすめせんから、あの枠2ぐらいで、うん、プロメテウス2体ぐらいで補足周回するのがね、一番楽かなと思いますなので、この機にね、シャンバラ本当作った方がいいんじゃないかなと思うので私に言ってるうん、私もそうやねだって、これで作れんのやからさ、いいやろ、まあ、そうね
で、こいつの強さは見せれて、うん、枠4やから、それ以外のプロメテウスとかで言うとさ、プロメテウス当てればドーンって解けるわけやからもう強さは分からへんやん、うん、だから枠4でちょっと今回ね、やってみました、うん、はい、まあ、ちょっとね、このこいつがいかにこうシャンバラで使えるかっていうのもね、うん、見れたと思うので、よかったらね、参考にしてシャンバラの方をぜひね、周回してください。はい、頑張ります、はい、ということで、今回の動画はこれで終わりたいと思います。それでは皆さん、せーの、いい夢見るよ。ありがとうございました。ありがとうございます。おすすめせえへんで、これ2ぐらいにしとき。